ネオショーは、アメリカ海軍のシマロン級給油艦名前は、カンザス州とオクラホマ州を流れるネオショー側にちなむ。1938年6月22日、ニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で寄港。1939年4月29日浸水。1939年8月7日竣工 1941年7月7日にピュージェットサウンド海軍交渉での改装が完了すると、ネオショーは航空機用の燃料をアメリカ西海岸から真珠湾へ運ぶ任務に就いた。12月6日、ネオショーは真珠湾に到着し報道島の海軍航空基地へ積み荷を値上げした。翌朝、日本軍により真珠湾攻撃が行われ、機銃装者により、 上院3名が負傷した。1942年4月下旬、ネオショーは第17任務部隊に編入された。5月35回海戦に参加。5月6日、ネオショーは空母ヨークタウンと従順洋艦アストリアに給油をし、駆逐艦シムスを伴って交代した。7日、2隻は日本軍の偵察機に発見され、日本軍は空母と誤認して攻撃隊を発進させた。 ネオショーは命中弾7発と99式、艦上爆撃機1機の突入を受け大破炎上した。しかし、ネオショーは沈まなかった。大破した、ネオショーは最初オーストラリア空軍の航空機に発見され、ついでアメリカのプビー、カタリナ飛行艇に発見された。5月11日13時、生存者123名は駆逐艦ヘンリーに救助された。 ネオショーは砲撃で処分された。ありがとうございます。